松田学でです。す。現在、総選挙、東京比例ブロック、党で戦っております、えー、ぜひですね、もうすでに期日前投票も始まっております。10月27日が投開票日です。えー、比例代表は賛成党と書いていただくようにお願い申し上げます。えー、個人名を書きますと、えー、無効になってしまいます。えー、松田学の応援者もぜひ、さ東京お住まいの方は賛成党とお書きいただければと思います。また 東京都外の方も、東京都にお知り合いの方がいましたらですね、増田学ではなく賛成党というふうに書いていただくよう、えー、投票用紙2枚目です。ぜひ賛成党とお書きいただくようお伝えいただければと思います。えー、先日10月15日の公示日には、私からの決意表明をすでにこのチャンネルで配信させていただきました。今回は 今まさに、えー、日々総選挙を戦っている真っ最中ということでじゃあなぜ参政党なのか比例ですので政党を選ぶ、えー、投票ですじゃあなぜ他の政党でなくて参政党なのかについてできるだけ簡潔にお話したいと思いますあのいくつかあります一つはですね今あの政治に対する不信がすごく高まってますねこの問題に最終的に決着をつけて実際に新しい 選挙の仕組み、政治の仕組みを営んでいるのが参政党だということが一つあります。で、二つ,つ目に、まあ、すでにそれで実績を上げているんですが、二つ目に、本物の保守であるということがあると思います。え特に唯一の反グローバリズムといいますかね、その立場を取っている政党であるということです。三点目に、今、多くの政党が、えまあ、一部の野党ではありますけれども、減税や積極財政を、 を歌っていますしかし実際に実行できる財源案やプランを持っているのは参政党だけだということです。実行できるのは参政党だけだということであります。そして4つ目にもう一回国家がやらなければいけないこと、日本はやってきませんでした。国家の役割を再構築しようということを言っている唯一の政党でもあります。5つ目にブロックチェーンを活用して未来社会を設計している。 未来に向けた希望を作っているこれも唯一の政党が三政党党がでありますそして、6つ目に、例の問題について、国民の命と健康を守ることをずっと国会で言ってきた、唯一の政党でもあります。それぞれについていいか、簡単にお話をしたいと思います。まずあの、政治不信の問題、政治と金の問題、この問題に最終的な解決を与える仕組みを作って、実際に、 それを営んんででる政党が政党党がなんですね選挙のやり方から始まって、他の政党とは全く違う仕組みです。理念のもとに集まった普通の国民が党員となって、そして党員がボランティアで、自ら投票を払って、ボランティアで一生懸命、この日本をなんとかしようという思いだけで政治活動を行っている、日本での保守系では唯一の近代型政党なんですね。 そして、一昨年の参議院選挙で国政政党になりましてから、もう実績をどんどん上げています。例えば国を守る、例えば中国からの土地の買収とか、日本を守る上で政府が十分やってない、全くやってないことについて、質問収益書を200数十通も出しました。そして政府からの答弁も引き出しました。ただ、まだまだ参議院議員一人の政党です。衆議院で議席をできるだけ多く、 獲得することにより実績のある政党だからこそ次につながりますこれが民意だということになって政府を動かすことができる国,国守りが大切だと思う方々ぜひ、ね、賛成党とお書きいただければと思います2番目に反グローバリズムという立場がありますえそれぞれの国の独自性を否定してですね利,利益を追求する世界的なグローバル勢力 これに対抗して、先進各国ではですね、国民が立ち上がって、新しい世界の政治潮流が生まれています。これを日本で起こしている唯一の政党が、参政党です。じゃあグローバリズム勢力って何なのか。金融が一つですね。この金融の勢力、これが日本を構造改革をにを日本に押し付けて、結果として30年間もう賃金が上がらない経済になってしまいました。 私たちは皆さんの賃金がなかなか上がらないそういう状況の根源がグローバルリズムにあると私たちも大蔵省でそういうことを経験させていただきましたそしてまた軍産複合体というものがありますえ世界中で戦争を遂行する利権でありますこれがアメリカという国家を使って今世紀に入ってからあちこちでそして今核戦争が起こるぐらいのレベルまで 世界は混乱をしております。これにきちっと脳を突きつけていかなければなりません。また、脱炭素 CO2 削減、これ一辺倒なんですね。これ世界中でインフレを起こす原因になったんです。そして日本も脱炭素、脱炭素、将来の国民負担、大変です。地球の気温はそれでは下がりません。再エネ利権があります。結局 太陽光パネルを敷きつけて中国の方にお金が流れているその負担は私たちが再エネ付加金という高い電気代私たちの負担が海外に流れる仕組みの一つにもなっていますそしてもう一つ遺産複合体というのがあるんですね医療と産業の利権ですこの遺産複合体のおかげで私たちは国民医療費健康保険料の負担あるいは消費税の負担こういった国民負担が 海外の利権に流れれるそういういい仕組みが営まれていまてす私たちのお金は私たちに戻ってくるようなそういう仕組みは医療の分野でも作っていかなければなりません。そして IT。日本はプラットフォーマーが海外に、全部プラットフォーマー海外ですので、もうネットを活用しないと生きていけない、そういう時代にあって、何をするにも海外からテラセンを取られる。 デジタル赤字が毎年5兆円あると言われています参政党は国内独自の IT 基盤を作っていくこういうことを目指しています大きく言って三つ目ですあの積極財政一番やりたかったのが安倍総理だったんですねしかし実現できませんでしたなぜかというと財政の仕組み通貨の仕組みが積極財政や減税を不可能にしてきたんです いろんな政党が積極財政や減税を言ってもできない仕組みがそこにあります。安倍さんも悔しかったと思います。マツダプランがあります、参政党には。マツダプランは財政問題の財源問題を解決いたします。通貨や財政の新しい仕組みを構築する。私は財務省におりました。財務省にいたからこそ、彼らが絶対にやろうとしない積極財政をやる、その手段を、方法を 私はマツダプランとして提唱しています。ですから、本当に減税が必要です、今。しかし、それができるのは、賛成党だけです。それによって、国民負担を引き下げながら、強力なお金の循環を国民経済に起こしていく。それを言っているのも賛成党だけなんです。大きくて4つ目、国家には国家しかできない役割があります。だから国家があるんです。ところが、近年、 行政改革、あるいは民間でできることは民間に、結局これ海外に利権を奪われていく、これが続いてきたんですね。参政党はもちろん、この危機管理のための投資も大事です。国防もそうです。サイバーセキュリティもそうです。防災、あるいは被災地の復旧・復興もそうです。それだけではありません。30年にわたる構造改革、あるいは行政改革で海外利権の 草刈り場にになっってしまった日本経済に国家を取り戻すということを賛成と訴えております。唯一の政党だと思います。例えば、民営化された郵政これを最高営化を掲げています。郵便局が国民の方を向く、外資ではなく国民の方を向く、そういうものを取り戻すということも訴えております。他にもいっぱいあります。5つ目に、自立分散型のブロックチェーン、この革命を 次なる社会づくりに生かしながら人々がつながり合いそれぞれの生きがいを追求できる多種多様なコミュニティが全国に展開していくまあ、そういうことでまあ、今はとにかく競争競争市場で勝ったものが素晴らしいんだということではなくてそれだけではなくて私たちが競,競争とは別に共同共に助け合うそして価値を作っていく そして、生きがいをついて追求していく。いいねをやることによって、独自のお金が生まれてくる。そういうブロックチェーンを活用した次なる社会像、未来の社会像として、若者に希望を与える未来像、これを提示して、現に動かしています。そして、6つ目に、この問題は、YouTube では言えない問題があります。想像していただければと思います。 私たち参政党だけがです、ね、国政の場でこの問題を一貫して追及してきた政党なんです。他の政党は党としては取り上げたことがありません。多くの方々の命を実際に作ってまいりました。国民の命と健康を守る、この実績がある、この参政党が国政で躍進することによって、未来に向けて日本民族を反映させていく、礎となる。 健康、何といっても日頃からの免疫ということが大事であります。そのことを言っている唯一の政党でもあります。全体として言いますと、参政党が国政政党になった参院選の時に、私どもはグローバリズム全体主義に対抗して、自由を守る国民国家ということを訴えさせていただき、176万票をいただきました。どうも私たち、何か大きな力によって、 非常に私たちが拘束され生きづらい世の中になっていないでしょうか。差別はいけない、差別はいけない。グローバル利権の中には LGBT 利権もあるんですね。差別はいけないという中で、ほとんどの大多数の国民が不安を感じたり、あるいは安全面で問題が出たり、あるいは人権が制約されたり、自由が制約される、そういう世の中には絶対にしたくない。これも賛成と、やはり、 この自由ということを大切にしながら伸びやかな人生を生きられるそういう社会を築いていくそういった点でまあ、以上本当に簡単に申し上げたんですがこういったことを言っている政党が他にありません賛同できる方はぜひ投票において今回の投票において比例,比例代表のところには賛成党という政党名をお書きいただければと思います なんとかですね。私を国政に押し上げようということで、東京都内の多数の都員たちが、そして小選挙区の候補者たちも、もう本当に懸命になって毎日頑張ってくれています。この思いに応え、そして国民の思いに応え、私が私ができない仕事がたくさんあります。ぜひ国政に送り込んでいただくために、比例比例は参政党とお書きいただきますよ。う。 お願い申し上げますさらに戦ってまいりますどうぞよろしくお願いしますどうもありがとうございました